はい、海の方までやってきました。公園ですね。公園にこんな感じでなっているところですね。銚子の駅から歩いて10分ぐらいになりますが、ここが銚子の河口ですね。銚子大橋がかかっております。あっちは茨城県ということになるんですかね。とすると海はあちらですね。利根川のこれは河口になるわけですね。いう感じ。でございます。海側から、駅の方を見るとこういった感じ。まあまあ36メーター道路ということですかね。ということになっています。あまり時間がないので駅前ぐらいしかご紹介できませんが、駅前からまっすぐ来ると、海の方に出るという港町ですね。で、駅の反対側にはですね、ヤマサ醤油の大きな工場、本社工場があります。やっぱり醤油の町ということでもあるわけですね。これ何ですかね。公園にある看板、銚子鳥獣保護区と。鳥獣保護区指定されてるんですね。はい、ここら辺が銚子市、ということになりますね。はい、